さあ、ロマサガレースやっていきますということで、制圧戦もね、終わって、ジュエルが補充できたんでね、少年編行きましょう。やっぱ少しでもやっぱストーリーがあるとね、いいっすよね。自分サガのストーリーってなんか頭の中に入ってこなくてね。あれなんですけど。本当はこの少年編が来た時にこの話をしたかったんですけど、なかなかSSR が出ないっていうね、アリ地獄にはまってしまって、ちょっと少年編ガチャにたどり着くのにちょっと日数がかかってしまったんですけど、自分はね、ロマサガアレス、次何章でしたっけ？次第5章ですよね。第5章の主人公は、自分はこのね、少年ガチャが来た時に思ったんですよ。これ第5章の主人公、少年だって。そんな気しません？主人公の左側のシルエット和装じゃないですか。少年もまあ言うたら和装じゃないですか。まあ、少年が若干成長して、青年くらいになった姿。あると思うんだよね。ということで、自分は第5章の主人公は少年だと思います。っていうのがね、ちょっと少年ガチャが来た時になんか、パッと思いました。で、今回のこの制圧戦もロマサガ3だったじゃないですか。だからより少年感が自分の中でちょっと強くなりましたね。さあ行きましょう。まあ、20連分しか石がないんですけどね、SS さえ出ればピックアップが来るんで、少年狙っていきましょう。少年1点狙いかな。イラスト的にはちょっとウンディーネもちょっと気になるところであるかな。よし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 。よかったー。うわ、ミルツかよ。少年がよかったなー。なんかミルツはなんかいつも出てくるなー。だけ。いやーミューズっすね。いや、ガチャルールは守りましょう。なんかこの少年なんかすげえなんか強そうな気するんだけどな。この少年のイラストいいっすよね。ちょっと惜しいとこっすね。このウンディーネもイラストいいっすよね。まあ、性能見ちゃうとね、欲しくなっちゃうんで、性能は見ません。さあ、ミューズのね、性能見ていきましょう。ミューズもイラストいいじゃないですか。まあ、前回のミューズのあれですね。やっぱパワーアップ版って感じですね。まあ、いいと思います。まあ、自分3年くらいね、全力オートでしかロマサガアレスやってないんでね。このミューズは全然ね、入ってくると思います。オーバードライブ系もないですしね。まあ、少年編10連で終わっちゃったんでね。来たばかりのボストン編も行きたいとこではあるんですけどね。ちょっと、何もまだね、ピックアップ出ていないね、キハチ編。もう10連リベンジしましょうか。誰でもいいんで、ピックアップでお願いします。よくは言わないっす。誰でもいいっす。頼むよ。うわ、ダメか。ダメか。ダメですね。とりあえずね、ボストン編は自分もスルーしようって決めてるんで、まあ残り終了まで9日間ありますけどね、それまでの間に手に入るジュエルはね、全部このキハチ編にね、ぶっ込んでいこうと思います。これから自分はね、ガチャルール完全に守っていこうと思うんですよ。ロマサガアレスの新ガチャルールはこの前ちょっと軽く言いましたけど、攻略サイトとかを一切見ないで、性能を確認しない、キャラクター評価を確認しない、これがルール1。ルール2、ロマサガアレスは配布が多いんでね、何かしらのピックアップが出たらもうそこで終わりっていうルール。多分これでね、ロマサガアレスの配布ならやっていけると思うんで、だから人権キャラが来た時のためにね、こう石を貯めて天井を狙うっていう、それが必要なくなったんで性能を見ないんでね。その代わり、何かしらピックアップ出たらもう絶対に終わりにするっていうルールでやっていけば、自分はやっていけると思うんでね、そのルールでロマサガアレスやっていこうと思います。自分はミドウの天井と、ロロ、
ロロで無駄になんか110連くらいしちゃった結果があるんでね、そこでちょっと石を消費しちゃってるんで、ちょっと早くね、あのキハッチ編も誰かしらピックアップ引いてボストンスルーして早くちょっと追いつきたいですね。この新しいガチャルールにちょっと追いつきたいっすそんな感じで、まあ呪縛第5章の主人公は少年だと思いますっていう感じで、どうもありがとうございました。